皆さんこんにちは、にへいです。今日は台北市中山区にある中山駅直結物件をご案内します。この物件は単身におすすめの物件です。ご夫婦、ファミリーの方、もしくは在宅ワークが多い方には向かないかもしれません。それでは早速見に行ってみましょう。はい、まずは場所から確認です。地図をご覧ください。台湾があって、ここが台北市です。そして今この強調しているところが台北市中山区の中山駅となります。どうでしょうか。台北市内の中心部に位置しており、非常に便利なところにあるのがわかると思います。中山駅直結なので駅も真下ですし、近くには三越や製品デパート、そして飲食店が多数あります。台北駅直結マンションと今回ご紹介するこのマンション以上に便利な場所はないと思います。それでは早速室内を見に行ってみましょう。はい、家の前まで来ました。入っていきます。間取りは非常にシンプルで長方形の間取りをしています。右側に靴箱があって、ソファ、センターテーブル、テレビがあります。奥にダイニングテーブルがあり、間仕切りがあって、奥にベッド、そしてキッチン、バスタブですね。間には IKEA のチェストとクローゼットがあります。ただしこのクローゼット、チェストすごく小さいので、単身の方でもおそらくこの収納だけだと足りないと思います。キッチンと浴室はこのような感じです。ここは築5年ということもあって全体的に清潔でして、また全てが綺麗な状態です。早速1点目の気になる点ですが、まずは騒音です。このマンションの南側が幹線道路に面しています。ちょうど向かいにバスの停留場があります。主要な幹線道路ということもあり、バスの量は多いですし、他の普通の車の交通量も多いです。そのため南側に面した物件の場合、騒音が心配です。内見の際には必ず窓を閉めて音が気にならないかどうかを確認してください。2点目がエレベーター数です。このマンションは19階建て、各フロアが約15世帯から20世帯です。僕の予想で300から350世帯は住んでいると思いますが、加えて3階と5階にレンタルオフィスが入っているんですね。そのため住人以外の利用者もそれなりにいるんです。時間帯によっては他のマンションと比べるとエレベーターが混むんじゃないかなと思います。良い点もご紹介します。良い点は冒頭でもお話した通り立地です。台北の中心に位置しているので、仕事で移動が多い方とか台湾国内外の出張がある方にはこれ以上便利な場所はありません。相場でいうと、この中山駅直結のワンルームの相場は4万8000元からだいたい5万5000元ぐらいです。同じ中山区市内でちょっと離れれば 1LDK、 ちょっと狭めの 2LDK でも同じ料金で借りることができます。やはり駅直結っていうこともあって、同じエリア内でダントツに家賃は高いですね。周辺環境はいいですが、このマンションは子育てに向いているかというと微妙なところです。反対に単身の方であればここは便利ですね。広さはいらない、綺麗で場所が便利で、周辺にちゃんと飲食店とか生活環境がいいのであればそれで十分ですよっていうお客様は、これ以上のいい物件はないと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご質問やご不明点があればコメント欄でお知らせください。